何やら穏やかではない感じだね。未解決事件だからな。穏やかであろうはずがない。アルバート・アナスタシアことウンベルト・アナスタージオは、1902年にイタリアのカラブリア州で生まれた。名前が二つあるのかい？彼の人生はなかなかに複雑なんだ。そういえばカラブリア州って他の動画でも出てきたね。アルカポネの動画に出てきたギャング、フランキー・イエールもカラブリア州出身だ。詳しくはアルカポネを見てね。カラブリア州はイタリアの南端にあり、いわゆる南部イタリアに属する地域に含まれる。イタリアでは南北対立が激しかったんだよね。イタリアの統一は19世紀後半のことで、それまで南部と北部はまるで別々の国だったと言ってよい。北部は工業化が進み、資本の集積が進んだ一方、南部では工業化は進まず、南北での経済格差が開いていった。どこの国でも地域差の問題はあるよね。シチリアやカラブリアなどの南部イタリアでは、国外、特にアメリカへの移民が急増した。若き日のウンベルト、アナスタージオも、アメリカに移住した人間の一人だった。イタリアで生まれてアメリカに移住したわけだね。ただ、それは正規の手続きを踏んだものではなく、不法な移住であったという。入り口からすでに穏やかではない。アナスタシアはニューヨークで港湾労働者として働いていたが、ジョージ・ブーリーノという人物と喧嘩をし、相手を死に至らしめてしまった。なんてことだ。アナスタシアは死刑宣告を受けたが、1922年に再審した結果釈放された。何がどうなってそうなるんだよ。なおこの際検察側の証人が4人姿を消したという。怖すぎるのですが。なお彼が本名であるアナスタージオからアナスタシアに変名したのはこの時だという。そして翌年にあたる1923年、アナスタシアは銃器の違法所持で有罪判決を受けている。常に裁判している。そんなアナスタシアだが、結婚し、二人の息子と二人の娘に恵まれたという。これで少しは真面目になるかしら。1928年、アナスタシアは殺人罪で起訴された。やっぱりダメだったー。しかしこの裁判では目撃者が法廷に現れず、有罪にはならなかったそうだ。やっぱり怖すぎるんですけど。この時点でアナスタシアは、ラッキー・ルチアーノをはじめとした、マフィアのボスと深いつながりがあったという。ラッキー・ルチアーノの名は至るところで出てくるね。それぐらい大きな勢力を築いていたってことだ。ルチアーノはイタリアはシチリア島の出身。シチリア島は長い間両シチリア王国といってシチリアとナポリを中心とした国を形成していた。しかしサルデーニャ王国との戦いに敗れ、イタリア王国へと併合された歴史を持つ。サルデーニャ王家が統一イタリアの王家になったんだったね。その影響でシチリア島からはアメリカへ移住する人が激増したんだ。ワスプの支配するアメリカ合衆国において、ローマカトリック教徒であるシチリアなどの南イタリア出身者は困窮した。ホワイト、アングロ、サクソン、プロテスタント。同じアイデンティティを持った者同士、関係が深くなるのは当然だったと言える。ラッキー・ルチアーノは犯罪シンジケートの立案者だったと言われている。シンジケート？カルテルの発展系で、同業者同士が競争を避けて独占的地位を築くこととされる。そしてアナスタシアもそのような犯罪シンジケートの一角であったと言える。つまり、悪の連合が形成されていたわけだね。1930年代初頭、カステラン・マレーゼ戦争と呼ばれる大規模な抗争が起こった。戦争かい、戦争は嫌だねー。これはイタリア出身のマフィアによる抗争で、主に出身地別に分かれた勢力が覇権を争った出来事を指すんだ。そしてこの抗争の結果、先ほども触れた犯罪シンジケートができたと言われている。ニューヨークのマフィアはいわゆる五大ファミリーに集約され、アナスタシアはその一角であるマンガーノファミリーのナンバー2に収まった。のし上がったんだね。1932年、アナスタシアは殺人罪で起訴された。起訴されるの何回目だっけ？しかし今回も目撃者が不在となり、起訴は取り下げられた。これも何回目だ。翌年もアナスタシアは殺人罪で起訴されたが、その時も目撃証人がいなかった。この時期の犯罪シンジケートは、完全に制度の瑕疵をついていたと言える。いつの時代もどの場所でも、そういう人間はいるんだねー。
証拠がなければ有罪にはできない。人々は皆犯罪シンジケートを恐れ、裁判での証言などは行わなかった。アメリカには証人保護プログラムがあるんじゃないの？証人保護プログラムができるのは、もっとずっと後のことだ。やりたい放題の状況の中で、犯罪シンジケートはついに暗殺専門機関であるマーダーインクを設立した。そんな無茶苦茶な組織があったのか。アナスタシアはこの組織のナンバー2の地位にまで上り詰めた。それでいてなんで逮捕されないんだ。この組織では暗殺が決まると関係者全員のアリバイが用意され、あらかじめ調達した盗難車を使い、逮捕されても凄腕の弁護士を揃え、投獄されても組織がその家族の面倒を見ていたそうだ。まさに組織的犯罪。この組織はニューヨークのブルックリン地区に本拠が置かれ、数千件の殺人事件を起こしたとも推測されている。怖いよ、怖すぎるよ。暗殺の対象は多岐にわたり、シンジケートの不利益とみなされたものであれば誰でもその対象となった。中でもダッチ、シュルツの一件は象徴的だったと言える。一体何者だい？禁止法時代に暗躍したマフィアの一人だ。先ほど出てきたカステラン・マレーゼ戦争ではラッキー・ルチアーノに味方し、マフィア界隈の中でも有力者として名を馳せた。そんな人物がなぜ？トマス、デューイの暗殺を図ったからだとされる。これまた何者だい？ニューヨーク州の検事だった人物だ。1935年にはニューヨークの州知事から特別検察官に任命された。そんな人物を殺そうとしたのかよ。デューイは組織犯罪の撲滅を掲げ、マフィア界の大ボスとも言えるラッキー・ルチアーノの逮捕を宣言した。シュルツは犯罪シンジケートにデューイの暗殺を提言したという。そんなことしたら、アメリカ合衆国に宣戦布告をするようなものじゃないか。1935年10月23日、シュルツは3人の部下と共にレストランに入り、そこで2人組によって殺害された。なんて恐ろしい。実行したのはマーダーインクの殺し屋であった。なおシュルツは銃弾を受けてもしばらくは生きていたようで、22時間後に病院で死んだ。シュルツは犠牲になったのだ。翌年にあたる1936年、ラッキー・ルチアーノは有罪判決を受けた。そしてアメリカ合衆国政府による反撃が始まった。1940年にマーダーインクのメンバーであるエイブ・レルズが逮捕されたのを皮切りに、次々とメンバーが逮捕されていったのだ。世の中に悪の栄えた試しなし。エイブ・レイズは司法取引に応じ、マーダーインクのメンバー7名が死刑宣告を受けている。これでアナスタシアも終わりだね。いや、アナスタシアは終わらなかった。1941年11月12日、エイブ・レルズがホテルから転落死したのだ。なんだと。レルズの宿泊していたホテル及び部屋は、警察によって厳重に警備されていた。なのになんで？真相は現在に至るまで不明。しかしレルズの死によって、アナスタシアは訴追を免れたのである。一体なぜそんなことに？結局エイブ、レルズは自死として処理された。アルバート・アナスタシアはその後、アメリカ陸軍に入隊した。入隊できたのかよ。1943年、兵役の報酬として、アナスタシアは正式にアメリカの市民権を得た。国の名のに市民権。アメリカの制度は古代ローマの制度を模範としているからな。アナスタシアは1944年に除隊し、その後は家族と共にニュージャージーで牧場を営んだ。マフィアがニュージャージーで牧場。1948年にはペンシルベニア州で要塞工場を購入している。マフィアが工場主になった？しかしそれら表の顔とは別に、アナスタシアはマフィアとしての裏の顔は持ち続けていたとされる。1951年、アナスタシアはアメリカ合衆国の上院議会で行われた公聴会に呼ばれた。これはガクブルだね。ここでアナスタシアは全ての質問に対し回答を拒否したという。沈黙は金なり。そしてこの年、ボスのマンガーノの失踪により、アナスタシアは五大ファミリーの一角を占めるマンガーノファミリーのボスになったとされる。ついにそこまでのし上がったか。なおボスのヴィンセント、マンガーノの弟であるフィリップ、マンガーノは死に、アナスタシアがその犯人であるともされる。ボスであったヴィンセントは行方不明となり、
弟は死んだ？兄弟はアナスタシアによって殺害されたと考えられているが、その証拠は結局見つかっていない。こちらはこちらで未解決事件なわけだね。ボス殺しの疑いはあったが、アナスタシアのボス就任は他のファミリーの承認を得られた。背後には五大ファミリーの微妙な力関係があったという。仲良しこよしというわけにはいかなかっただろうね。もともと利害関係が対立していた者たちなわけだからな。さて、マーダーインクは壊滅したが、アナスタシアはその後も各ファミリーによる暗殺の依頼を受けていたとされる。マフィアの中でも特に深い部分で暗躍していたんだね。果たしてどの事件にアナスタシアが関与していたのか、それは現在でも不明なままなのである。まさに闇に住まいし者。1955年6月、アナスタシアは脱税の罪で刑務所に入れられることになる。アルカポネも脱税の罪だったね。アナスタシアは2万ドルの罰金と1年の刑期を言い渡された。これだけいろいろやってそれだけか。さて、1950年代後半になると、犯罪シンジケート内での対立が深刻化していった。中でもフランク、コステロとビト、ジェノベーゼの対立が深まり、犯罪シンジケートに亀裂が走った。アナスタシアはコステロと協調し、ジェノベーゼとは対立関係ができてしまう。マフィア同士の抗争が始まるのかい？1957年5月、ジェノベーゼはコステロとその部下の暗殺を計画した。そしてジェノベーゼの部下がコステロを狙撃してしまう。まるで映画みたいだ。フランク、コステロはなんとか一命を取り留めたが、ショックが大きかったようで引退を決意した。一方コステロ派とも言えるアナスタシアは、ジェノベーゼの元へ文句を言いに行ったという。一触即発の状態だね。同年6月、アナスタシアの右腕であったスカリーチェが殺害されるという事件が起こった。そして彼の代わりに組織のナンバー2になったのが、かの有名なカルロ・ガンビーノだった。あのガンビーノ一家のガンビーノかい？1957年10月25日の朝、アナスタシアはニューヨークのマンハッタンにある、パークシェラトンホテルの利用店に入った。この時運転手は利用店の外を散歩しており、アナスタシアは席につくなり蒸したタオルをかぶせられた。そしてリラックスしているところに覆面をかぶった二人組が入り、アナスタシアに向けて発砲した。二人組はアナスタシアが絶命するまで発砲し続け、蒸しタオルは真っ赤に染まったという。完全に映画の世界だ。現在に至るまでアナスタシアの殺害を誰が行ったのかは不明なままだ。この件で起訴された者は、現在まで誰もいない。完全なる未解決事件なわけだね。大きな説としては、ガンビーの黒幕説とジェノベーゼ黒幕説がある。対立していたジェノベーゼはわかるけど、ガンビーノはアナスタシアの部下だったわけだろう？アナスタシアの死後、組織のトップにはカルロ、ガンビーノが就任した。21世紀まで続くガンビーノ一家の誕生である。動機はあるということか。シチリア島出身のガンビーノはボスに就任すると、カラブリア出身の幹部たちを排除し、シチリア出身者で組織の幹部を固めた。組織の中でカラブリア派とシチリア派の対立があったのかな？アルバート・アナスタシアは、その死を含め謎の多い人物だ。アナスタシア自身がボスであったマンガーノを殺害した疑いがあり、また自身はガンビーノに殺害された疑いを持つ。仁義のない話だ。その際ガンビーノは、アナスタシアと対立していたジェノベーゼと事前に手を組んでいたという説もある。一体何が真実なのか。それは残念ながらわからない。処刑人と呼ばれ恐れられたアルバート、アナスタシア殺人事件は、今も未解決なままなのである。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。